時より住は、戦国時代の大名で、美濃国の守護大名である。時よりけの着難で、母は、朝倉正しの三女。妻は、斎藤道三の娘。大英四年、時よりけの着難として誕生。父、よりけの死後も多く和上によって、おじである美濃守護、時よりのり及び斎藤道三と対峙する。しかし、味方であった、大美国の六角貞頼が、 天文5年により乗り方に転じ、さらに守護大、斎藤俊茂も、佐田よりの中介でより乗り方になるなど、次第に劣勢に立たされる。天文8年正月、よりのりとの間で和議がなる。しかしこれは一時的なもので、裏では斎藤道蔵による調略が進められていた。天文12年7月以降、夕向城、別府城などの多く和城の市場は相次いで陥落。 大桑城も落ち、頼隅は母の実家である朝倉市を頼って越前国へ亡命した。天文13年8月、頼隅は朝倉高景と終わり国の織田信秀の支援を得て、美の再入国を加え立てる。しかし、斎藤道蔵は6月にはこの情報を掴んでいた、らしい。朝倉軍は朝倉高氏雫が総大将となり、徳山谷を南下。 9月19日に赤坂で斉藤軍と合戦し、これに勝利し六角氏との連絡路を遮断した。一方、小田軍は道蔵のこもる稲葉山城を正面攻撃、9月22日に総攻撃を仕掛けたが、城下での斉藤勢の防戦もあり、有国になって攻撃を中止し、撤収にかかったところを攻撃された位牌した。この敗戦によって寄りずみは、 朝倉軍と共に再び越前に引き上げた。天文15年秋、再び、頼住と頼則道蔵との間で和議がなった。朝倉高景織田信秀の室町幕府への働きかけに加え、頼則の同盟者である六角貞頼の仲介もあったらしい。9月、頼住は、五代山城を経て、多く和城へ入城した。和議の条件として、 よりのりの引退とよりずみの身の守護職就任があったという。また、道蔵の娘との婚姻も実現した。しかし、守護となって1年余り後、天文16年11月17日、よりずみは休止した。去年24。おそらく道蔵の暴略にかかって殺害されたものと推定されるが、公式の記録が存在しないため確証はない。ただし、時下府では、 頼りみは、去年四十九、法名は、南仙寺戸の魂傾向大前となっている。ただ、父、頼りの別名が頼りみとも言われており、また、頼りの去年が四十九前後とされるため、おそらくこの、頼りみは、父、頼りのことだと思われる。ありがとうございます。